夜桜さんちの大作戦、もう残すところ3話ですけど、最後まで語っていきたいと思います。まあ、今回は、まあ、敵幹部の愛さんと水木の話と、ついに川下とバトルが始まるんだけど、まあ、今回もちゃんと盛り上げ方がうまかったかなと思う。というか悲しき過去の使い方がうまいなと思った、うん、水木も、まあ、家族を理不尽に奪われた過去があるんだけど、まあ、それはそれとして愛さんは良い子だから、やっぱ生きててほしいという、まあ、善良さみたいなものあって、七尾に愛さんを救うことを託したり、まあ、この辺の流れ良かったよね。うん、あとは仲間たちの参戦も、まあ、含めて、まあ、今回が大決戦だっていうのがよくわかる展開でしたね。やっぱ愛さんいいよね。まあ、久野美咲さんが本当によく刺さってる子だと思います。そして川下とのバトルで、なぜか夜桜本家の力を使えるという、まあ、そこら辺の謎も見せてるんだけど、まあ、やっぱこう長男と太陽の連携がうまかったね。割とボーボー的なバトルスタイルだけど、そこを疑問なく普通に川下を追い詰めるためにやってるところあたりが、まあ、太陽の成長も感じるし、まあ、それだけ川下は止めなきゃいけないっていう、そこら辺の、まあ、倫理観みたいなものあって、やっぱジャンプ主人公してんだと思った。ということで夜桜も残すところあと2話ですけど、まあ、最後までレビューしていきたいと思います。